なあ、太陽を直接見るのって体に悪いって言うけどさ、あれ？火星、前太陽が顔真っ赤にして怒った時に僕たちを飲み込むとか言ったの覚えてる？うん、あれはちょっとトラウマになってる。じゃあ何を落ち着いてんだ？どうやったら僕たち逃げられると思う？おい、しー、前話してて盗み聞きされたの忘れたのか？ごめん、けどこのまま何もしなかったらまさに世界のおしまいだ。ちょっとは落ち着けよ。話すやつ間違えた。もっと賢いやつのとこ行こう。地球？ねえ木星、助けてくんない？もちろんさ、一体どうした？もっといい天体を見つけてそこに引っ越すべきだと思うんだ。なあ地球、君はいいやつだ、みんな知ってる。だからそんなバカなこと言うな。バカ？バカはあの太陽だよ。情緒不安定だし、いっつも太陽フレア飛ばしてくるし、僕らを飲み込むって脅迫もしてくるし。落ち着け、太陽はいないと困るんだ。他の星だってどれも危険だぞ。それこそ超新星爆発もする。君こそ急に爆発しないでくれよ。大丈夫だよ。でも太陽が一番いいってわけじゃないだろ。例えばだけど、新しい星に行くなら一番近くでも 4.3 億光年離れてる。そんな道中みんな凍りついちゃうよ。動くエネルギーも必要だし、新しい太陽を作った方がまだ早いんじゃないか。新しい太陽を作る、なるほど。あれは嫌な予感がするな。